新刊。何が何でも長編小説が書きたい。ダイジェー発売中、鈴木喜一郎作家日記。えーっと、今日のテーマは、散策縛りで身動きが取れないと言われるけど甘えよ、甘えよ。<laughs> 問題。今日は単語のお題メーカーっていうのでお題を作ってみました。えーっと、 三大話が出てきて、えっと、お題は、束縛、紅葉、風呂っていう <laughs>。そんなお題が出てきて、何で話したらいいだろうっていう <laughs>。ええー、ま、紅葉、 これ4月だしね、紅葉いらねえだろ。風呂、風呂って何の話すりゃいいんだ束縛、束縛か。まあ、これで話してみようかっていうことで、まあ、束縛、束縛。まあ、あの、ったくの雑談だと、この、まったくの雑談だと、この、うん、カウンターが全く、アクセスが全く上がらないということは分かったので、 一応小説に絡んだ話でなんか束縛持ってこようかということで、そういえばさ、三作縛りってあったよな、ということで、まあその話です <laughs>。えっと、三作縛りってわかる人いるかなあの、新人賞を受賞した時に、その、受賞して三作うちから出すまではよそで出さないでねっていうふうに、その、 主催してる出版社から言われるって。まあ、そんな、ああ、話です。えー、で、こう、なんでその、まだその散策縛り。ま、あのー、これね、えっと、出版社だとか、賞によって若干違います。事情がね。えっ、ー、と、散策縛るっていうところと、あと、3年間っていうふうに縛る、その、時間で縛る場合と、あるかな。 あ,あとうん、小説はうちで出してね。うん、ただ、それ以外のものはどこで出しても OK よとかっていうような、そういう縛り方だとか、そこら辺はあの、おいろんな縛り方があります、うんと。なんでそういう縛りがあるかっていうと、一番の理由は、要,あの要はね、デビューするための経費がかかっているからです。発掘経費がかかっているので、えっ、ー、と、全く賞金とか何にもなくて、 で、全く賞品、賞金とか何もなしの場合でも、それでも出版社っていうのは発掘経費ってかけてます。つまり、えっ、ー、と、著者の負担は全然なく、うん、例えば本を出すための印刷代、紙代、それからと、うん、本を出すためのその想定にかかる費用、それから あ印刷して製本した本を、それか書店に並べるまでの流通経費、書店に並べた後の営業経費、それからそれに関わる広告費などなどは、すべて出版社が負担してくれるというそういうシステムになっています、えー。だからあ、著者の負担というのは、基本書くことの、うん、そのチンだけというそういうシステムになっています。で この、そういう風うなので、こう、お一銭無償金もらってないよと、うん、い税だけだよっていう場合でも、うん、コストはかかっているので、で、その、あの、あなたが売れない限りはそれ全部、その、出版社の持ち出しなので、だからコストをかけた以上はそれをやっぱりその、 回収しなきゃいけないっていうことがある。えー、結構忘れがちなんだけど、出版社にとっては、その小説の観光というのはビジネスなので、で、我々が、はぁ、身を削り、血を流しながら、涙をこう、涙をこらえ歯を食いしばいながら、うん、人生かけた作品でも、それは出版社にとっては商品なので、そこら辺は、うん こう、じ、そういう自覚は必要です。で、そのために、まあ、こう、回収するまでは、よそで出すと、それまでにやってきた発掘の、あまあ、ありゃこれやが、あまあ、全部無駄になってしまうので、だから、まあ、その、結果を出すしばらくはうちでやってねっていう、そういうことです。で、ここで一番、 あの、よく言われるのが、三作縛りが後で、ここで何度も何度もプロットを出しても全くビクとも動かない。本当に出し木があるんだろうか、ここ、この出版社っていうような問題ってよく聞くんだけれど。うん、それよく聞く。僕も経験あるから。はあ、それは、その何十年間前の、その、 出版社がイケイケどんどんの時代でもそうだったので、ましてや今、あの、もっともっと厳しくなっている、この出版業界が厳しくなっている、この時代ではあ、もっともっと厳しいと思います。ええー、まあ、関係策ってあるんだよね。その、要はね、企画書、企画書だけではさ、通らないんだよ。 っていうのは、つまり企画書っていうのはあくまでも案の一つでしかないので、その出した企画書通りに、あなたが書けるかどうか、この著者が書けるかどうか、数字がどのぐらい上がるのか、ちゃんと締め切りに間に合うように書けるのか、それから企画書はいいけど、出来が貸すっていうことも結構あるので、えー こう、すごく大切なことなんだけれど、この、うん、実証した、実証してデビューしたその人の場合、その作品が今までに書いた作品の最高作品なんだよね。で、その最高レベルの作品を2作目では超えなきゃいけないんだけれど、うーん、こう、 新人賞を受賞した段階でほとんどの場合、新人賞を受賞したよっていうことでもう舞い上がって俺はすごいって巨匠になったと勘違いする人ってほとんどなのよ。で、実際には新人賞を受賞したっていうのはプロとしてやっていける最低限度の実力しかないっていうふうにまあ思ってくださいな。例外がないわけではない。例外ではないわけではない。えー それこそ、その、同志少女を適応打てのように書いたらいきなりそれがドカンと売れて、その、うん、何十万も売れてっていうような風だったらそれは例外だけど、あなたは違うよね。ねえ、で、あなたが違うんだから、うん、新人賞を受賞した母だけでは、まず、 その、商業レベルに達する作品を一回,し一回し一作しか書けてないっていう。まずその自分の必力をこう、冷静に考えてみよう。えー、つまり、えっ、ー、と、あなたがどの程度の作品を、プロットだけでは、あなたがどの程度の作品を書けるかっていうことが編集部には伝わらないので、じゃあどうしたらいいかっていうと、もう、 さっさと全部書き上げちゃうんだよ、えー。全部書き上げてしまって、完成原稿にプロットと企画書を添えて出す。えー、で、まあ、それで良ければ、その、そのままでは多分通らないと思う。ね、良ければ、そうして出来上がった完成原稿を叩き台にして、じゃあ、これをこ、こ,をこういうふうに直しましょうや、っていうふうに話をする。で、悪ければボツ、没。 ですええー、そんな大変なことをしなきゃいけないのとかあとそうそうそうこういう話をするとそのまあそうは言ってもプロットを出してますしいやプロット出して出してるプロットはそれいいからそれはそれとして別の長編書き上げた私はいいじゃないかっていうふうに。 その、デビュー2作目の壁にぶつ、ぶち当たってる人に、そういう話はよくするんだけど、そこで、あわかりました、じゃあ書きますって言うか、ああ、そこで立ち止まって、もう、受賞したことでもう力尽きてしまって、燃え尽きてしまうか、うん、まあ、そういうこと、まあ、その差がやっぱり、決まる。2作目の、二作目、3作目出していけるかな、っていうことのポイントではあります。 あのー、この業界っていうのはデビューしてからの方がデビュー前よりも厳しいっていうのはよく言われることなんだけども、これはどれだけ言っても実際に経験してみないとわからないし伝わらないよね。ええー、っていうのが普通です。んで、あのー、こう、まあ、よくあるのは、あのー、 先生、二作目、なんとか、その、出そうと思うんですけど、これ出してあえて読んでくれますかねって、編集部読んでくれますかねっていう話で、えっと、読んでくれますかねって言うけど、ちょっと、あの、ストック原稿なんかあるって言ったら、いや、まだ一本もなくて、これから書きます。いや、これから書きますっていう風だったら、読んでもらえるかどうかという前に、まずさ、読んでもらえるストック原稿がなきゃどうしようもないだろうっていうことは、 とてもよく言いますこう編集者のが出版社の側に立ってみると何でプロットを出せっていうかっていうと完成原稿を読みたいに決まってるんだ出版社としても完成原稿を読んでいつまでにどのぐらい仕上げるかっていうのを見てでそうすると上がってきた原稿を見てあこれ使えるなといったら没にする。 これ OK だよねっていう風だったら、まあ、手を入れて直すっていうような風なんだけど、こう、こうやって、じゃあこれで行きましょうかっていう風に、ま、合算を、うん、うん、大体のあんだとかってのねって合算に出したとしても、それでやっぱり上がってきてみて、これボツだよねって言った時に、えっ、ー、と、作家に逆ろみされるのが嫌なんだよ。 <laughs> だからまあ、とりあえずプロットでやりましょうって言うんだけどなものプロットだけでう,うならせるようなものが書けるようだったら苦労はしねえよ、えー、っていうことですあのこの間村上春樹のエッセイを読んでた時に村上春樹は注文を受けて書くのではなくてもう自分で書いてそれからあのら当たりの編集者にまあ、とりあえず読んでって言って持っていく。 まあさすがに村上春樹だとまあそういう読んでっていうだけでまあとりあえず読んでもって OK 行きましょうっていうふうになるでしょうしなるだろうしええー、筒井康隆さんもなんかそういうようなスタイルだっていう話は聞くよねでそんな巨匠と一緒にならんぞって思うんだろうけどそんな巨匠でさえも読まれるあてのない原稿ボ没になるかもしれない原稿書いてるずっと書き自分で えー、締め切りを決めて書いてるんだからさ、ペーペーがそんなことをさ、その程度のことをやらなくてどうするよっていう、そういうことはあるよね。えー、っと、この番組では、こんなネタで話せっていうような皆さんからのネタ、う、は、ん、あ、それから皆さんからのお便り、ご質問を募集しています。 マシュマロという匿名ボックスを用意しました。ああ、概要欄からアクセスしてください。鈴木貴一と小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、オリアンモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。 この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、アッ Apple キャスト、a s t Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで鈴木喜一郎作家に聞き、今日はそんなところで。ではではでは失礼します。